ロンドンデリー包囲線でホイール側を封鎖する防砂防砂は港や河川を封鎖し船舶の通行を妨げるために用いられる不く頑丈な鎖。一般に軍事目的で敵の侵入を阻むために設置される。近現代においては潜水艦の侵入を阻止する防線網が挙げられる。また河川に設置し船舶から通行量を取る例も見られた。英語ではブームと チェーンという二通りの言葉があるが、ブームは水面に浮く防災のみを刺すのに対し、チェーンは加えて水中に渡す防砂も刺す。中世ヨーロッパの港では、湾港の両岸に鎖塔が建てられ、ここから常に鎖が渡されていた。平時は鎖を緩めて沈めているのだが、戦時には巻き上げて水面に引き上げ、湾港を封鎖するのである。これにより、味方を通行させ、 敵を妨げるというような応変の制御が容易にできた。鎖の巻き上げ巻き下げには、ウィンドラスやキャプスタンが用いられることもあった。防災による防衛は万全というわけではなく、しばしば大型船の強行突破を受け破壊されてしまう、こともあった。例として、ダミエッタ包囲船、メドウェーガは襲撃、B51 の海戦が挙げられる。またロンドンデリー包囲船では、 ロングボートによる体当たりで突破されている。防砂はそれ自体が防衛設備であるが、港湾防衛のようとして、さらに周辺の防衛施設で守られるのが常だった。小ネ時代には、防砂の後ろには常に数隻の軍艦が控えており、防砂の破壊を試みる敵戦を原則砲で撃退した。また何本もの鎖を並べて、より強固な封鎖とすることもあった。ありがとうございます。